はい、どうも皆さんこんにちは。今日は一人ビブリオバトル、なんですけれども、今日はですね、ジャニーズと日本という本をちょっとね紹介したいと思います。矢野俊博さん、2016年講談社現代新書、の本でございます。まあ僕ね、これね、まあなんで紹介しようかと思ったかというと、まあ特にあれなんですけど、まあこういう話題もちょっと、あ、こういう本あったなと最近ちょっと思い出したんで、ちょっとね、2017年に僕読んでるんで、もうね4年近く経つから、内容ちょっと復習する意味でもちょっと単発動画でね出したいなと思ったわけでございます。まあなんだろうね、まあ、ジャニーズね、本当に、だから、やっぱスマップ解散あたりから、なんかジャニーズって、なんかちょっと、あれじゃないですか、いろいろあるじゃないですか。で、僕もよく知らないですよ、そんなにジャニーズ好きっていうかに思い入れないし、じゃあなんで語ってんだって話なんだけど、なんていうのかな、僕は思い入れはないですよ。まず初めに言いますと。ただね、だけど、その自分のセンサーには全く僕ジャニーズって引っかからないんですよ。あんまかっこいいと思わない。まあ、もう男だからとかあるのか。でも男でもジャニオタの人とかいるからね。でもそういうセンスは僕なくて、ああいうなんか王子様的なことよりも。だからじゃあ僕ジャニーズやっぱ一番好きなのは TOKIO であり、永瀬さんであり、ね。永瀬はやっぱ日本で一番かっこいいと思うし。なんかそういう泥臭いみたいな方が、なんかジャニーズ的じゃないものの方が多分僕好きなのね。その男の趣味としてね。でもまあジャニーズってある種でも、じゃあなんで僕語ってるかっていうと、ジャニーズってある種オルタナ宗教みたいになってるなって時々思うんです。でそれはやっぱそのジャニオタとかそういうね言葉にも象徴されるように、なんかもうすごい、実はなんかテレビ業界とかジャニーズを中心に回ってるみたいなことってあるらしいじゃないですか。だからなんかその番組のね観覧に応募する人たちって、なんかほとんどが実はジャニーズファンで、それもかけてるんですね彼らは。もしかしたら結構高確率でやっぱジャニーズをブッキングしますから、どんな番組でも。どっかの番組に観覧に行きさえすればジャニーズを見れるかもしれないぞという期待で、そのジャニーズファンで実は埋め尽くされてて、だからお笑い番組とかでもそうだから、だから芸人さんとかなんかもう本当にもう彼らの視界にはあんま実は入ってなくてとかっていう話を僕聞いたことがあって、でなんか本当に なんかね去年の嵐の解散コンサートとかもなんか社会現象みたいなね、なんか様相を呈していたし、なんか動員力とかもう人をものすごい圧倒的なボリュームの固定客を持ってて、っていう意味ではなんかその日本の一つのやっぱ日本を特徴づけるね現象だと思うんですよ。でこれってだから別にそのマイケル・ジャクソンのファンじゃなくても、マイケル・ジャクソンとは何かってことが語れないと、やっぱり現代のアメリカっていうことってあんまりねの一部はやっぱり見過ごしてることになるし、まあもうビートルズまで行くとちょっと話違ってくるけど、でもねビートルズ興味ないんだけど、ビートルズ語らずして多分イギリス、現代イギリスの文化とか絶対語れないわけじゃないですか。いやそういう意味では現代日本のポップカルチャーで、まあ、大きくカルチャー文化があって、その中のポップカルチャー自体を軽視する人もいるけど、やっぱポップカルチャー軽視するとカルチャー自体僕理解できないと思ってるんです。でそういう意味ではやっぱジャニーズって結構大きめのパーツだと思うんですよ、この日本社会っていうものをね、理解する上で。僕はそういう意味でジャニーズに興味があるという、まあちょっと屈折したというか、そのいわゆるジャニーズ好きっていう語り
口というか、そういう興味の持ち方とは相当違っていて、もしね、その本当にジャニーズが好きだよという方がいらっしゃったら、もうそういうこと自体が気に食わないと思われるかもしれませんけれども、それはもう本当にご容赦くださいすみません。もっと素晴らしいコンテンツがね、そういう意味ではジャニーズを礼賛するようなコンテンツいっぱいありますので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、じゃあそのジャニーズ何なのっていうことを僕は一回調べたいなと思って手に取った本がこのジャニーズと日本っていう本なんです。で、すごい面白かったんです、結論から言うと。で、それやっぱりですね、そのジャニー北川さんという人に鍵があるんです。もうこれ言うまでもなく。でもね、まあジャニー北川さん、おととしでしたっけ、亡くなったのね。で、その亡くなったことも大きなニュースになりましたし、まあ、あのジャニー北川さんが亡くなられてから、またそのジャニーズのなんかこう、やっぱね、凋落って言っちゃうとまた怒られるかもしれないですけど、そのいろんなスキャンダルが出たりとかね、どんどん次々と退社していったりとか、まあまあそういうことが起きている。で、だからジャニーズという現象というものが、まあ、大きな変化の過渡期にあることは間違いない。で、そういう中でじゃあ原点を知らないとね、僕らじゃあ何が変わってるのっていうのもわからないんで、ジャニー北川さんについて語りたいんだけど、でもジャニー北川さんってね、あんまり実はみんなね、その言うやっちゃいなよ的なね言うグループ入っちゃいなよみたいなね、なんかそういうネタとしては語られるんだけど、じゃあジャニー北川さんってどういう来歴があってね、どんな人柄でみたいなのって本当謎に包まれてる部分もあるし、あとまあそこまで調べないじゃないですか、多くの人がね。で、あ、実際僕も知らないなと思ったから、当たってみたわけです、こういう本に。でもなんか僕ちょっと話題それるけど、ジャニーさんってさ、都市伝説なのか分かんないけど、なんかそういう本もあるらしいんだけどね。でも実はその小児性愛者といいますか、はいね、要は10代とかのね、 美少年を、まあ、性的に愛していてみたいな。だからマイケル・ジャクソンがそういう疑惑がありましたね。はい、だからそういう、まあ、ちょっと黒い噂ではあるんですけど、そういうのもまことしやかに語られてて、それ僕ね、真偽のほど正直わかんないっすわ。わかってる人いたら教えてほしい。でもなんかそのどうなんだろうねわかんないです、ごめんなさい、なんか軽々に言えないです、そういうことは。だけどなんか元ジャニーズで所属されたみたいな人もなんかいるだとかいないだとか聞いたこともあります。もう分かりません。でもこの本には、少なくともこのジャニーズと日本に関しては、あ、そういったことに関しては触れてないです。むしろそのジャニーさんがパブリックな部分で、どういうね活動し、どういう理念に基づいてジャニーズを作り、どういう経歴を持っているかということが語られています。そういう本です。それじゃあ紹介していきましょう。であんまり引用箇所多くないんで1回で終わるんですけどまあね、さっきね、僕がそのポップカルチャーわかんないとカルチャーわかんないし、じゃあポップカル日本のポップカルチャー語る上でジャニーズを抜きには多分語れないですよね。あらゆる映画、漫画、あ、漫画映画、アニメーション、歌ねもうテレビ番組、もうあらゆることにやっぱジャニーズと吉本は絡んでますので。で、僕まあまあお笑いファンとしては吉本についての方がね語りやすいんだけど、でもジャニーズもやっぱ固定客の量で言ったら同じぐらいありますからね、だからそこを知らなきゃいけないなと。で、そういう意味ではジャニーズ、そしてスマップ大事なんですよ、やっぱり。で、この本の書き出しもスマップから始まってて、で、スマップを理解しないすると、そのスマップっていうのが要はその平成なんですよね。平成を駆け抜けたアイドルであり、またその団塊ジュニアなんですよ、スマップって。木村さんも中井さんも団塊ジュニアです。で、ロストジェネレーションと言われる、団塊のちょっと後、つまり1975年から1980年ぐらいかな、もうちょっとかな、82年ぐらいとかかな、あ、それぐらいに生まれた、ロスジェネっていう人たちがいて、そのロスジェネっていう人たちが実は就職超氷河期を経験して、要はそのバブルが弾けた煽りを受けたのが、団塊の世代まではまだギリセーフだったんだけど、その後がもうひどかったんですよ。で、僕ロスジェネなんですよ。
で、今中高年引きこもりと言われる40代以上の引きこもりの人たちって、実はロスジェネの人たちが最初に社会人になるときに実はつまずいたからそうなったって言ってる人も、社会学者の人もいて、本当にね、不遇な世代なんですね、ロスジェネって。で、団塊の世代、団塊ジュニアですね、団塊ジュニアの世代は団塊ジュニアの世代で、なかなかきついものがあったんだけど、ロスジェネほどの、まあ、客観的な苦しさっていうのは実はなくて、で、その団塊ジュニアってスマップってじゃあ何かっていうと、団塊ジュニアなんだけど、実は一人だけロスジェネがいて、それが香取慎吾くんなんですね。香取慎吾くんは僕と同い年なんですよ。で、1977年生まれです、確か。で、だから他のメンバー、キムタクとか中居くんとかは団塊ジュニアで、で、香取くんだけがですね、ロスジェネっていう世代構成なんです。で、この本はそのスマップというものがある世代を象徴してるみたいな話から始まるんですよ。団塊ジュニアのスマップが失われた10年、失われた10年の後半、失われた10年って何かっていうと1990年から2000年までの間です。で、今もう失われた30年とか言われてるじゃないですか、ね、その最初の10年の後半、98年とか99年に、夜空の向こうが大ヒットしたじゃないですか、スマップの。で、これは偶然ではないと著者は言うんですよ。で、彼らがあれから僕たちは 何かを信じてこれたかなと、あの頃の未来に僕らは立ってるのかなと歌うことは、つまり就職氷河期を経験する団塊ジュニアの世代やロストジェネレーションの心のテーマソングとなっていったんだと著者は論じています。で、ちなみに、夜空の向こうはあれ作詞したのはですね、菅鹿央さんなんですね。で、でさらにですね、それから10年経って世界に一つだけの花、これがあのヒットしたじゃないですか。で、これは牧原紀之さんですね、確かね。で、で世界の一つだけの花って夜空の向こうとトーンが全然違ってて、小泉改革の最中なんです、あれが出されたのって。で、あの中で日本人の全ての世代に響くカタルシスとして機能したって著者は言うんですよ。で、どういうことかっていうと、小泉改革ってですね、つまり多くの非正規雇用を生み出したりとかですね、まあ、痛みに耐える改革とかって言ってですね、本当にこういわゆるその日本の社会の貧富の格差っていうのがすごく見える化されて、そしてその社会がすごくですね一億中流、総中流社会みたいなところからもうまあ、分断した社会っていうのに移行したのが、やっぱり小泉改革というものがもたらした一つの、なんていうかな、あの潮目の変わり道だったんですね。つまり多くの、特に実は今から未来である小泉改革のから今20年経ってますからね、20年、15年ぐらい経ってますからね。で、で小泉改革から15年経った今を、小泉改革を振り返った時にあの小泉改革って実は何をしたかというと、あれを機にですね、日本では若者にとって人生がスーパーハードモードになったんですよ、はい、ゲームで言うとね。今までの日本の昭和の人生って、まあ、イージーモードとは言わないけど、ノーマルモードというか、ゲームに例えるとね、それがですね、だんだんハードモードになっていって、人生スーパーハードモードが今デフォルトなんです、多分。日本の若者って。これ多分、まあ、多くの人が認めるんじゃないですか、これは。で、じゃあその若者ってどの辺で線が区切られてるかというと、やっぱロスジェネより若い人ぐらいで区切ってもいい。実はでもロスジェネよりもさらにそのゆとり世代であったりとか、もっとね、若い、デジタルネイティブ世代、90年生まれ、2000年生まれとかはまたきついもの。それはやっぱりそのネットの台頭とともに、そういういじめとか LINE 弾き地とか、我々の知らない過酷な現状を体験しているんだけど、あの小泉改革の最中ですね、多くの日本人はその自分というものがなんかこう社会に使い捨てられていくような、そんな感覚を覚えてた。その中でスマップが歌ったね、ナンバーワンにならなくてもいいさとね、みんな特別なナンバーワン、あ、オンリーワンつってね、あれがですね、本当にみんなの心をね、慰めたわけですよ。とことほどさように、やっぱりスマップという存在はなんかこう、実はその我々の世代全体をね、投影する、そういう象徴する存在だったんですよ。じゃあそのスマップが、解散した、確か2016年だったかな、に解散したということは、実は一つの時代の終わりと言えるんじゃないかって、この著者は論じていくんです。で、
ジャニー喜多川さんの話に一回戻ります。ジャニー喜多川さんってですね、この人、本当に僕もこの本で知ったんだけど、ジャニー喜多川さんのですね、お父さんってどういう人かというと、伝道師なんです。で、伝道師って言っても、キリスト教の伝道師ではなくて、真言密教の寺院の伝道師なんです。宗教家なんですよ。はい。これ面白いですよね。で、どういう人かというと、ジャニー喜多川さんのお父さんってですね、真言密教の寺をロサンゼルスに作って、そこで宗教を布教するという活動をしている、伝道者でした。でその寺院で芸能人のステージを行うようになっていくんです。そのジャニー喜多川さんのお父さんってロサンゼルスの寺院で、だからジャニー喜多川さんはアメリカ生まれですね、多分ね。でその芸能ステージ、つまりそのお父さんがやってる寺で伝道活動の傍らなのか、あるいは伝道活動に生かすためなのか分かんないけど、その寺を使ってステージが行われてたんですって。でそれのでっち奉公みたいな形でお手伝いをしてたのがジャニー喜多川さんなんですよ。でこの経験はジャニーズにおけるショービジネスのルーツにもなったっていうんですよ。でジャニーはこの時手伝いの一環としてアメリカで公演する彼らのブロマイドを会場で1枚50セント3枚1ドルで売り、その売り上げをタレントが所属する芸能事務所に渡していた。当時の日本の芸能事務所はそんなお金はもらえないと断ったそうだが、ジャニーは未成年ながらに強固な姿勢で売り上げを渡していたという。つまり多分その寺院で、僕ちょっとどんな舞台だったのかちょっと僕もこの本にも書かれてたかどうかちょっと記憶定かじゃないんだけど、日本のね、日本から多分なんか着物とかを着てね、白塗りをしてちょっといかにもこうね、ジャパニーズみたいな、そのジャパニーズ芸者スタイルみたいなさ、そういうのってやっぱある種アメリカで受けるじゃないですか。なんか、ああ日本のね、異国情緒あふれる人たちが来たっていうと受けるし、で会場も寺だしね、そうするとやっぱ集客力もあって珍しいものを見たいという、で多くの人が来たんだけど、ジャニーさんはそこで、デッチ奉公しながらですね、そのブロマイド写真をね、1枚50セント3枚1ドルで売ってたんです、お客さんにお土産として。でそれを日本の芸能事務所に、あこれ売り上げですとかって渡してたんですって。これジャニーズの今にもつながってるんです、実は。でジャニーがラジオで強調していたのは、自分がこの時早くも肖像権という価値観を持っていたということだと。だからジャニーさんは当時の日本の芸能事務所はそれを、そんなね、写真売ってお金を受け取れませんよって言ってたぐらい、肖像権という概念すらなかった。だけどジャニーさんはもう早くもこの時に肖像権という概念に目をつけていた。でジャニーズといえばですよ、ここでも書かれてるけど、アマゾンに CD ジャケットすら掲載しないぐらい肖像権に対して異常に厳しいことで有名だと。でこのエピソードはそんなジャニーズの強固な態度のルーツが示されているようで興味深いと。でまあ今でこそですね、ジャニーズだんだんネット解禁してますけども、思い出してみてください。今から5年ぐらい前まではジャニーズってその日本の中でもうこんなこと可能なのかっていうぐらい、今 Google のね、もうあらゆる情報がフリーソースになる今のこの時代に抗うかのように、とにかくその写真を掲載させないということを徹底してたじゃないですか。で確か僕雑誌のサブスクってあるじゃないですか、500円ぐらいでね読める。で あれすごくてね、あれでメンズノンノとかでキムタクとかが表紙になると、そこだけがなんかこうかまいたちの夜のなんか影のね、なんかこう人型の影あるじゃないですか。あの昔のスーファミのかまいたちの夜、まあ興味ある方はググってください。あの感じになるんですよ、雑誌が。だからそれジャニーズって、だから他のタレントはもう全然雑誌にね肖像権売ってるんでいいですよ、だけどジャニーズの場合はそれすらも金取りたいっていう、サブスクするんだったらお金ください、もうそれぐらいね厳しいから、もう雑誌社はもうそこまでちょっと金払えないせっていうわけで、もうそこをもうかまいたちの夜にしてミステリー殺人事件にするしかないというね、すごいんですよねジャニーズのそこの肖像権の。でこれは僕はなんか
肯定的に捉えればやっぱりそのビジネスセンス、そういう権利の問題とかっていうのはすごいね、まあ、今もうね中国がそういう著作権法とかを破るから世界にね相手にしてもらえないっていうこともある。でそういう意味ではすごいそういうルールにねそういう敏感だったってことは褒められるべきことだし、ビジネスセンスがあるねってことなんだけど、ネガティブな側面としてはまあそのそこまでえげつないことをするのかっていうねそういう部分もあるわけですよ。はい、次行きましょう。で、まあ、ここが一番、まあ、大事な部分なんですけど、ジャニー喜多川さんの価値観のことなんですよ。で、2つのキーワードがあります。それが個性の尊重と機会の平等なんです。で、これ実はどこから来てるかっていうと、アメリカから来てるんです。つまり、ジャニー喜多川ってですね、お父さんがね、真言密教の伝道者としてアメリカに渡ったじゃないですか。だ、ジャニー喜多川さん、伝道者の子供ですよ。ジャニーさん何したかというと、アメリカから日本にアメリカの価値観を伝道しに来た人っていう風に解釈することも可能だってことが分かるんです。21から24ページ読んでいきましょう。アメリカ人ジャニー喜多川が芸能の世界に入る以前、すでに戦後日本の芸能は少なからずアメリカとの関係の上で成立していた。日本における芸能事務所の先駆的存在である渡辺プロダクションを作った渡辺天音って読むのかな、あるいは渡辺真か天音か、はい、あるいは堀プロダクションの堀、これは何と読むんでしょう、ちょっと読めないです堀竹雄堀竹雄堀さん、堀プロダクションの堀やサンミュージックの相沢ただ徳、ちょっとこれも読めないです。ちょっとごめんなさい。もう名前読めないね、僕。ひでなんとか、相沢さん。はい、サンミュージックの相沢さん。戦後を代表する、芸能事務所の創業者はいずれもアメリカ進駐軍が持ち込んだジャズやロカビリーといった音楽に影響を受け、自身もミュージシャンとして活動していた。これだからね、日本の芸能界、ここ芸能界創世記みたいな第一章みたいなところがあって、そうすると鍋プロの、ね、創業者、ホリプロの創業者、サンミュージックの創業者、みんなですねルーツ何があるっていうと、アメリカの要はその GHQ 統治下の日本でアメリカのねその進駐軍がまあ至る所にいたわけですよ。でその人たちがジャズとかロカビリーとかですね、そういうまあそのアメリカのミュージックとかそういうことを取りね日本でやってたわけです。まあ今でもフッサとかで見られる光景ですけど、それに感化された人たちが自分もギターを弾き始めて、そういう人たちが作ったのが日本の芸能界の芸能大手芸能事務所なんです。この事実はすごい大事なポイントだと思います。でとはいえその中でこれらの芸能事務所とジャニーズが決定的に異なるのは、やはりジャニー喜多川がアメリカからやってきたという一点においてである。つまりホリプロの社長、ナベプロの社長、サンミュージックの社長、彼らはアメリカに影響を受けた人なんですね。だけどアメリカインスパイア系なんですよ。だけどジャニー喜多川だけがアメリカ人だったんです。つまりもうアメリカで生まれてアメリカから日本に GHQ のように本当にやってきた人だったんです。でジャニーにとって芸能活動は教育的な精神に基づいたものであると続くんですよ。どういうことかというと、ジャニーズ事務所がアイドル育成とともに一人一人の人格形成を目指すことを標榜していることはよく知られているが、そのこともアメリカというジャニーの出自と立場に関わっている。青木博、僕の夢は君たちが描く夢、ジャニー喜多川が語るジャニーズ塾の子供たち、メタモル出版1999年、この本には、ジャニーの教育方針として次のような発言が掲載されている。いきますよ、ジャニー喜多川さんこう言ってるんですよ。夢を持った素朴な少年であればいいんだ、そういう少年たちこそ良い環境の中では育っていくものなんだ、その時強烈な個性の持ち主でなくてもそれこそ磨いていくうちに個性ある輝きを発してくるものなんだ、僕がいつも注意していること、それは難しいことだが、すべての子に分け隔てなく目線を注いでやることだ、特に同じグループ内で不平等があってはならない、そうしたことがしこりになってしまったらもうおしまいだ、誰か一人を特別扱いしないことが一番大事なんだ、そこにあるのは素朴な少年を導く教師のようなジャニーの姿である。
これ以外にもジャニーはしばしば自身の教育哲学を語る。内実はどうあれ一貫して彼が重視し、言及しているのは引用文にあるような個人の尊重と機会の平等といったものである。ここであることに気づく。これらはアメリカが戦後日本に教えようとした民主的な価値観と少なからず重なってくるということだ。つまりジャニーにとって芸能活動とはいわば民主的な教育機関としての役割を担っていると、ここがですね、まあ、本書の核心部分と言ってもいいんですよ。つまりジャニーさんってジャニー北川という人はですねアメリカの民主主義、まあ、我々が戦後民主主義的価値観と呼ぶものですよ。つまり個人が尊重され機会が平等に与えられる。でまあそういったものをいわゆるそういうね何だろうね愛国右翼の人たちは毛嫌いしてますけど、でもやっぱ僕機会の平等とか個人の尊重とかすげえ大事だと思うし、いや家父長制とかがそういうものを抑圧するとしたらもうそんなものはクソだと本当思うし、うん、やっぱジャニーさんの肩を持つというよりも僕はやっぱり個人の尊重機会の平等これ大事だよね。もうそれだけですよ。で戦後民主主義って明らかにそれを推奨したから、でそれって別に GHQ が陰謀を持ってですね日本に押し付けたというよりも我々がやっぱり学んだんです。でそれはどう学んだかというと民間レベルでやっぱ学んだんですよ。でやっぱり芸能事務所の創始者たちが GHQ から音楽を学んだように、ジャニーさんのような人が、アメリカからも伝道者として来てですね個人の尊重機会の平等大事だよということを芸能活動の中で、具現化していったね、それがですね、まあ、実っていったのがやっぱりスマップという存在で、やっぱりこうスマップってなんかこう戦後が生んだ落とし子みたいなとこあるじゃないですか、ね、それぞれキャラが立っててなんかこうねスマップがまとうそのなんていうかなスマップってなんかやっぱなんか僕もすごいファンとかではないけど特別な存在でやっぱりスマップが意味しているものっていうのはやっぱジャニーズさんが考えた個人の尊重そして機会の平等、そういったものをやっぱ彼らは具現化していた存在なんじゃないかな。そしてジャニーズさんのお父さんが伝道者だったこと、そしてジャニーさんはアメリカで生まれたこと、そしてジャニーさん自身がその価値観、まあ肖像権ねという概念であったり個人の尊重機会の平等こういったことをビジネスの世界においてショービジネスの世界において具現化したことで、こういうことを考え合わせると、まあ、ジャニーさんっていわゆるそのアメリカ的なまあなんて呼んだらいいんでしょうねこれっていわゆるその自由主義みたいなことでしょうか、そういう価値観ですよ。それを日本に伝道しに来た伝道者っていうふうに、まあ大胆な仮説を立てるならそういうふうに解釈をすることすらできるんじゃないかなと私は思います。で最後にね237ページこれ後書きにですねスマップ解散のことが出てくるんです。でここがすごい大事だと思うんですけど、ここ読みますね。本書でジャニーズの歩みを追って見えてきたのは戦後民主主義を体現するようなあり方だった。しかし執筆中に巻き起こったスマップ解散騒動はそのようなジャニーズのあり方が問い直されるような出来事だった。戦後70年以上経った現在民主主義のあり方も日本とアメリカの関係もジャニーズのあり方も再考すべき時代に来ているのかもしれない。芸能にしても戦後日本にしても誰かを抑圧することで成立する華やかな世界などもう真っ平である。著者はジャニー北川自身が本来目指したような自由でそれぞれの個性が発揮されるような芸能文化を形成すべき時だと思っていると締めくくってるんですね。まあ、スマップ解散騒動ってねあれって要はその組織の力っていうものが、まあ、あのグループを壊したっていうことが言えると思うんですよ。であれって僕らがそんなになんかそういうワイドショーネタちゃんと追ってもなかったし記憶も曖昧だから間違ったことを言うかもしれないけど確かなんかそのスマッ
ップの恩師、あ、なんていうの、恩人であるところのマネージャーがいるんですね。敏腕マネージャーがいるんですよね、確かね。で、その人をメリー北川さん、あのジャニーさんのお姉さんだか妹だかね、が恫喝したんだよね、なんかね、調子に乗んなよみたいな。で、その人は常々、ね、なんか嵐はすごいんだけどスマップはダメだよねなんていうことを言ってる人で、ですごい恫喝されて、もう恥をかかされてね、人前で。で、なんかあのその人がじゃあもうあのジャニーズをもう退社しますってなったんですよ、確か。で、そしたらやっぱりその香取くんとかはもうその人、そのマネージャー、確か飯島さんだったかな、なんかその女性のマネージャーがいるんだけど、もう香取くんとかもうその人はもう母親のような存在で、特にね。で、もうその人が辞めるんだったら僕も辞めるって言って、あのね、新しい地図の3人はそっちに行った。で、中居くん、木村くんはやっぱりこうジャニーズというやっぱ大きな組織、社会的責任のあり方も違うでしょ、そのね、たくさんの番組を抱えてる。で、事務所とそのテレビ会社、制作会社とのやっぱり大人の関係みたいなものある中で、心情としては香取くんたちの肩を持ちたいけれども彼らは残ったという中で、ね、解散劇になりました。でもやっぱりあそこで僕は本当一番悲しかったのは、あの僕もその直接見てないんだけど、ネットニュースとかでしか見てないと思うんだけど、でも映像見たかな、なんかのワイドショーとかで、なんかあのスマスマでね、なんかあの5人がね、その黒いね、喪服みたいのを着てなんか謝罪したんだよね。で、我々はこれからも頑張っていきますみたいな、その時はそういう会見っていうかね、映像が流れた。でもそれってなんかすみませんでしたみたいな、頭下げてるんですよ、それって、その時に。で、それってね、多分あれなんだよね、その時に確かね、中居くんだかがもう拳をね、ずっとギュッと握りしめてるんですよ、何かに耐えてるんですよ。で、あれで、つまり要はメリーさんの逆鱗に触れたんだよね、多分ね。そしてその大きな組織というもののもう圧力によって、お前ら頭下げなきゃ、もうお前終わるよみたいなことを言われて、恫喝されて、もう頭を下げざるを得なかったっていうのがあの一幕だったから、あれを見てあんなにも悲しい気持ちになったのは、そういう権力が個人を押しつぶすという現場を我々が生で見せられたことに、やっぱり我々は悲しい気持ちになったわけじゃないですか。で、でもそもそもジャニーさんが目指したのってそれと反対ですよね。個人一人一人がやっぱり輝く、そういう自由をジャニーさんって伝道しに来たのに、実際にスマップの終わり方が、ああいう組織が個人を踏み潰してしまう、そういう現場で終わってしまった、これっていうのはやっぱり本当に悲しいことだし、そしてもうそういうその組織の論理で、その個人というものが常に我慢しなければいけない、我慢しなければというか、まあ、個人のその権利とか、人権とか、そういうものが組織の論理に大きなある権力というものに踏みにじられていく、大人の事情だから頭下げろよ、分かってるな、お前この世界でやっていけなくなるぞみたいな、そういう感じで、そういうものでスマップが終わってしまったということのやっぱり悲しさっていうのを我々は今もやっぱ引きずってて、で今ね、まあ、あの吉本のね、あの2019年かの騒動もありました。で今もね、なんかキングコング西野さん吉本辞めました。オリラジも吉本辞めました。でジャニーズもこれからも辞めていくでしょう。やっぱりその芸能界というものが、やっぱ個人という、そのなんかまあ本当に陳腐な言い方すると、そのタレントファーストなのか、それとも組織お金ファーストなのかっていう、そういうせめぎ合いの中で、なんかこう大きな力学関係がやっともしかしたら変わり始めてるのかもしれないし、もしくはもっと悪化しているだけなのかもしれない。僕はもう中にいる人ではないからわからない。だけどなんか少なくともその芸能界というところが建前上はなんていうのかな、その個人というものが大切にされるという世界であってほしいと我々は思うし、それでなくても我々日々ね、そういう組織と個人との矛盾の中で個人が潰されていくね、自殺したね、
桜を見る会で演じさせた赤木さんのことしかり、そうですよ。でそういう政治の世界でもそういうことを見る、ビジネスの世界でも見る、せめて芸能界は個人が大切にされる世界であってほしいと思うのは僕はわがままではないと思う。だからやっぱりこうね、うん、そういう力学関係がもし悪化してるんだとしたら、もう行くとこまで行ってもう破綻するしかないと思うし、もし改善してるんだあるとすれば、まあ、改善し、ね、するために、一生懸命やられてる方を本当に応援していきたいなと思いますということで、まあ、なんかだから、まあ、結局ねジャニーズを語りながら日本社会を最後には語ってるわけで、そういう意味でもやっぱジャニーズっていうものは日本社会の一つの大きなパーツなんで、ちょっと考えるそういう回を1回ぐらいあっていいんじゃないかなということで、まあ、今後やることは多分ないと思いますけれどもまあ面白かったと思った方は高評価をしてくださったら嬉しいです。そんなことで今日はジャニーズの日本ご紹介しました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。